まあ、もちろんこういう表を自分で考えたことはなかったんですけど、同じようにこういうふうに注目されしていただいて指名していただけることはすごい幸せな日だなというふうに思います。まあ、自分も日本シリーズ交流戦などで投げ合った時には絶対負けないという気持ちを持っています。幸せに野球ができるのは両親や富山監督さんの支えあってこそなので、こういうふうにいい結果で返せたというのはまだ良かったのかなと思っています。野球以外の社会的な当たり前のことや野球でもその技術というより精神的にどういうふうに戦っていくかというところも非常に大阪商業大学では指導していただいて成長できたところなので、まあ本当に感謝しています。自分はずっと広陵でも控えでそんなに全然大した選手はなかったんですけど、そういう選手を監督さんから富山監督さんから目をかけていただいて取っていただいたこともありますし、大阪商業大学に送り出してくれた中井先生のおかげでもあるので、自分はその自分の成長というよりはその支えてくださった方のおかげで伸びたのかなと思ってます。まさかこんなに高い順位で指名されるとは思っていなかったので少しびっくりした気持ちが一番です。先に上田が指名されたので、まあ、嬉しい気持ちと同様に、まあ、不安な気持ちがいっぱいだったので、まあ、本当にホッとしています。やっぱりそのもちろん両親や支えてくださった方やそのチームメートにもすごい助けられて今の自分がいるので、まあ、ああいうふうに喜んでくれたっていうのはすごいありがたいなと思ってます。やっぱり自分の高校の広陵高校の先輩や大阪商業大学でも先輩がいますし、すごいたくさん先輩方がいられるので身近ではないですけど、自分の、まあ、ついていこうかな、そういう先輩方についていこうかなっていうようなチームになります。自分の一番はまっすぐのキレとインコースのコントロールなんで、まあ、そこを存分にアピールしてプロでもしっかり泥臭くやっていこうと思ってます。もうちょっとボールの手前に突き出せるから OK です。もうちょっと頑張って笑顔で決めてもらっていい？じゃあこちらお願いします。ちょっとニコッと口開ける感じ。ありがとうございます。